はい、どうも岡崎の主と言います。妖怪ウォッチプニプニをメインに好きなゲーム実況と毎日ライブ配信をやっております。新イベント初日にはガチャライブをやっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日の動画になります。1年前に投稿した妖怪ウォッチプニプニの売上ランキング動画を上げましたが、今回は2021年のみで売上ランキングを見ていきたいと思います。ランキングは概要欄に貼っているサイトの情報をもとに決めております。またイベント前半後半の売上を合算しての数値となりますので、よろしくお願いいたします。それではランキング11位から見ていきたいと思います。11位の月は売上金額3億700万円で、6月イベント前半は汎用の滅竜士闘志の試練横取りマップイベント、後半は妖魔将棋兵団大王強者 VS 蛇王飛車ゲートイベントとなっておりました。目玉妖怪は前半はナンダリオーマ、後半は大王強者シュカとなっております。周回イベントがね続いているということで、売上があまり伸びなかったのかなというふうに思います。それではランキング10位発表していきたいと思います。10位の月は売上金額3億1900万円1月イベント前半は妖怪学園 Y 学校が閻魔出撃プニットショットイベント、後半は秘宝激突妖魔将棋大王飛車 VS 蛇王桂馬横取りマップイベントでしたね。目玉妖怪は前半は学校が閻魔、後半は大王飛車アシュラでしたね。この月は年始でしたが、そこまで伸びていないという形で、ただこのイベントはですね、両方とも強いプニが登場で盛り上がった月だというふうに言えます。それでは第9位、9位の月は売上金額3億2600万円11月イベント前半は進撃の巨人コラボおはじきイベントでした、後半はニャーサー王イベント、ニャーサー王の誕生ゲートイベントとなっておりました。目玉妖怪はね、前半はリヴァイで後半はニャーサーという形で、意外とね大ヒット漫画の進撃の巨人コラボでしたが、伸びはいまいちで、プニラは進撃にはハマっていなかったっていうのがちょっと見えちゃったかな。はい、それでは第8位になります。8位の月は売上金額3億2800万円2月イベント前半は妖怪学園 Y マゼラボルト最終決戦のおはじきイベント、後半は7つの滞在フンヌの審判コラボイベントでゲートイベントとなっておりました。目玉妖怪は前半はねマゼラボルトで、後半は、10回統率者、メリオダスでした。この月は目玉キャラが普通に強いですね。はい、未だに使えるマゼラボルトとメリオダスという風な形です。それでは第7位、7位の月は売上金額3億3100万円3月イベント前半は秘宝激突妖魔将棋大王不評 VS 蛇王強者の妖チューブ、懐かしいイベントでした。後半は妖怪学園 Y 古妖怪ヒーロー VS 魔人ヒーローのゴルフイベントとなっております。目玉妖怪は前半は大王不評の鬼雲、後半は漆黒丸となっておりました。ちょっといまいちなイベントっていうのもあったかな。目玉妖怪と言いつついまいちな感じで、課金イベントということもあり、売り上げがそちらは伸びたって感じですかね。はい、それでは第6位いきたいと思います。6位の月は売上金額3億3600万円10月イベント前半は汎用の滅竜士最終決戦竜太覚醒横取りマップイベント、後半はシャーマンキングコラボのゲートイベントでした。目玉妖怪は前半は竜神覚醒竜太、後半は朝倉陽のオーバーソウルバージョン3となっておりました。この月はねコラボということもあり、また魔女っ子カッパちゃんの超ニャンボもあったということで売り上げが伸びたと思います。私は爆死したんで売り上げに貢献しております。それでは第5位になります。5位の月は売上金額3億4800万円5月イベント前半はいつもの少年さんでコラボイベント第5弾おはじきイベント、後半は妖魔将棋兵団大王桂馬 VS 蛇王格行横取りマップイベントでした。目玉妖怪は前半沖谷すばる、後半は大王桂馬酒呑童子と蛇王格行同結となっておりました。
売上はコラボイベントでね、サンデーコラボということもあり、また月末に初めてのオールスター超ニャンボが来たこともあり、私ももちろん課金で爆死でした。はい、それでは第4位いきたいと思います。4位の月は売上金額3億5600万円、9月イベント、前半は妖魔将棋兵団大王銀将 VS 蛇王金将のプニットショットイベント、後半は汎用の滅竜士秘伝の儀おはじきイベントとなっておりました。目玉妖怪は前半蛇王金将スザクと未だに強い、そして後半天道竜神亭、これは目玉じゃないよねという、どっちかというとダブルゼータの竜神亭が目玉というふうには思うんですけどね。はい、連続のオファゴルイベントということと、あとゴールデン超ニャンボが来たので売上アップという感じなのかなというふうに思います。それでは3位の前に最下位だった、12位を発表していきたいと思います。12位は売上2億7800万円4月イベント、前半は妖怪学園 Y クライマックス光の巨人アースマン降臨ゲートイベント、後半は汎用の滅竜士オロチシュー VS シリュウの横取りマップイベントと、目玉妖怪は前半アースマン後半はオロチシュとなってます。唯一の2億円台だったイベントですが、周回イベントが続いたために売り上げが伸びなかったのかもしれません。はい、では気を取り直して第3位は売上金額3億9900万円、7月イベント、前半は妖怪ウォッチシリーズ8周年記念イベント夢の京都大妖魔祭おはじきイベント、後半は汎用の滅竜士正義の試練横取りマップイベント、目玉妖怪は前半は極炎魔後半は無限呪縛吹雪姫でした。ここはねさすがは8周年という形で、トリプルゼータを作るのに合成というね、非常に悪どい、ガシャになっておりましたね。はい、それでは第2位になります。第2位売上金額4億200万円の8月イベント、前半はウルトラマンイベントのおはじきイベントで、後半は俳優の滅竜士純真の試練ゲートイベントとなっておりました。目玉妖怪は今でも使える前半グリッターティガー後半は福利優というふうな形でした。でまた8月末にサマーエルゼメキアの超ニャンボが来たので、これはね、キャラ推しがたくさんいたんじゃないですかね。はい、課金した方が多いと思います。そして栄えある第1位は売上金額5億4000万円12月イベント、前半は妖魔将棋兵団激闘妖王戦横取り武道会イベント、後半はエヴァンゲリオンコラボおはじきイベントとなっておりました。目玉妖怪前半は大王格行のつくよみで、後半はシンジ&初号機覚醒となっておりました。さすがエヴァだね。エヴァの力はプニプニにも通用するということで、そして5億円突破ということで、やはりね、いいコラボには売り上げもついてくるんですよ。ということでまだまだプニプニ頑張れるっていう感じをこのコラボではね感じることができました。またよくね差収とよく言われてるんですけれども、売上金額もね3億円を超えているので、このままの調子ですとお春気配なしというふうに感じ取れます。この辺についてもね過去動画で、差収の条件みたいな形でね語ってますので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。ということで2021年の売上ランキングをご紹介させていただきました。ぜひこういった動画が好きな人はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは岡崎の主でした。今日の夜も毎日ライブ配信やっておりますので、ぜひぜひ遊びに来て周回頑張っていきましょう。それではみんなまた動画もしくはライブ配信でお会いいたしましょう。バイバイ。